8633便富士期事故は2018年5月14日に中華人民共和国四川省で起きた航空事故。事故を起こした航空機は重慶港北国際空港からチベットのラサ君が空港への定期便であり当該機は生徒総流国際空港に緊急着陸をした。航空機はエアバス A319 から100。 この事故は2019年に映画化された。当該機は2011年7月11日に天津にあるエアバス最終組立ラインで製造され、26日に四川航空にデリバリーされた。事故までに航空機は19000時間を超える飛行時間を記録していた。3人の操縦士に加えて6人の客室乗務員と119人の乗客が搭乗していた。 当便の機長は、人民解放軍空軍で10年間、フライトインストラクターを務めた後、2006年に、四川航空に入社した。2018年5月14日に、8633便は6時25分、重慶江北国際空港を離陸した。離陸から約40分後、四川省小金県上空3万フィートで、突然コックピットの右側の窓が割れ、 急激に機内の気圧が下がった。急激な減圧の結果、F シットが大きく破損し、また吹き込む大量の気流の音で通信が聞き取れない状態になった。副操縦士は自動応答装置を使用して、生徒総流国際空港の管制官に緊急事態を宣言した。8633便は7時42分に生徒総流国際空港に緊急着陸した。 しかし、航空機はオーバーウェイトの状態だったため、タイヤの破損につながった。なお、副操縦士はシートベルトを着用していたものの、上半身が機体から吸い出された。顔にすり傷、右目の軽度の打撲、及び腰を捻挫するなどの怪我を負った。また、客室乗務員の一人も腰を負傷した。その他の乗客乗務員は、 機体の揺れによる負傷や急減した気圧による窒息などを起こさなかった。またエアバス A319 の断熱設計によりコックピットにいた3人の操縦士は投傷を受けなかった。8633便のフロントガラスが破裂した理由は未だ調査中としている。また、この事故に関しては中国民間航空局エアバス四川航空が原因究明を行っている。 また、エアバスは、シカゴ条約の付属書に基づいて、調査の進展について、コメントを控えている。2020年6月2日、最終報告書が発表されました。事故の根本的な原因は、フロントガラスの右側のシールが湿気によって損傷したことでした。キャビン内外の気圧差や離着陸時の温度変化により、フロントガラスがさらに損傷し、最終的に、 フロントガラスが破裂した。8633便の乗務員は、機内での対処に対して、メディアによって称賛され、また機長は500万元の賞を与えられた。乗務員は、その後、職務に復帰した。また、8633便は3 u 8633として、重軽発ら作業の便で継続している。また事故機 B-6419 は、 修理を受けた後、2019年1月18日に運用が再開された。この事件は、アンドリュー・ラウ監督の映画、フライト・キャプテン・コード1万メートル、奇跡の実話として公開されている。これは2019年の中華人民共和国建国70周年に合わせて撮影されたもので、興行収入第2位にランクインした。ありがとうございます。